ニュースポストセブンです。俳優の磯村勇斗さんが映画の完成披露上映会を終え、共演者やスタッフと食事会を楽しみました。食事会には共演者の岸井ゆきのさんや監督の内山拓也さんも参加していました。公開されている映画若き見知らぬ者たちはフランス、韓国、香港、日本の共同制作となっています。今年でデビュー10周年を迎えた磯村さん、1月クールで放送されたドラマ不適切にも程があるでは一人二役を演じました。抜群のコメディセンスでさらに存在感を放っていました。今回の食事会の後、磯村さんは先に帰らず最後の一人まで丁寧にお見送りされていたそうです。ニュースポストセブン。